動画をご覧の皆さん、僕たち2013年デビューのロングデニッシュです。よろしくお願いします。僕がツッコミの下沢秀一で、彼がボケの阿部雄一です。何笑ってるんですか。本当お前フランケンシュタイン似てるな。ほっといてくれよ。まあ確かに身内には否定されなかったけども、それよりももっと言わなくちゃいけないことあるでしょうよ。え、何のことですか。実は僕の相方、はい、ガチのズラを着用しています。はい、こちら本物の勝也でございます。しかも結構お高いとお聞きしましたよ。こちらなんとね、ストック2つで100万円でございます。高いですね。高いんですよ。それなんでね、この絵の返済の、月々の返済のために毎日、バイト一生懸命頑張っております。芸人頑張れよ。バイト週何で入ってんだよ。ただ今収録で入れさせていただいております。入りすぎだよ。どんだけ稼ぎたいんだ。そうなんね、とりあえず先日なんてね、社員さんの給料大幅に超えてしまいまして。自慢になってねえよ。それとなんと、とうとう何ですか、店長から社員にならないかとオファーの話が来ました。嬉しそうに言うな。社員にした方が支払う給料浮くからだよ。え、そうだったの。くそ、店長のやつ。いや別に店長悪くないだろ。バイトしすぎのお前が悪いんだよ。じゃあどうすればいいんだよ。だから芸人頑張るってんだよ。だってさ、芸人頑張ったらバイト少し入れなくなっちゃうじゃない。いやお前、芸人がやりてえのかバイトしてえのかどっちなんだ。選べない。いい加減にしろ。ということでね、今回は漫才をさせていただいたんですけども、普段はコントを中心に活動しております。ということで、僕たちコンビの売りとして、一つ一芸を披露したいと思っております。一体どんなものでしょうか。ですね、大手の、保険の CM の、ワンシーンを僕が演じたいと思います。それではお願いします。母さん母さん、新しい保険が出たんだってさ。完全に平泉成さんじゃないですか。どこがですか。平泉成さん全然入ってないじゃない。いや、どっからどう聞いても平泉成さんでしたけどね。まあそんなことより、流すなよ。これたち、これから僕たちロングデニッシュが活動していく上での抱負をね、語っていこうと思うんですけども、まず僕から、僕はですね、お笑い界の、桂芸人の一角を担う、新人として頑張っていきたいと思います。お前一人しかいねえよ。それと、ゴールデンの番組の MC または食レポなどをやってみたいと思っております。僕はゴールデン、深夜、バラエティ両方の MC をやりたいと思っています。深夜とゴールデン両方なんてちょっと贅沢じゃないかい。いや別にやりたいことなんだからいいでしょうよ。周長にできんの。じゃあ何のための抱負だったんだよ。まあそんなことよりね、僕たちロングデニッシュの、これからもよろしくお願いいたします。何また流してんだよ。まあ、僕たちロングデニッシュをよろしくお願いします。モイスチャーソープ、なんだそれ。ありがとうございました。